皆さんこんにちは、ベンマックスです。ご無沙汰しております。どうもすいません。ですね、今日私の持ってると言いますか、はい、持ってるものです。これですね、インキピオの、初代モデル、一番最初のモデルでございます。これはですね、昔時計ビギンという今でも出てますけれども、初期の時計ビギンで、購入権を、勝ち取って、それで購入するという雑誌の企画でね、あったものなんですね。で、これ私はですね、抽選漏れしまして、でヤフオクで買いました。でベルトがなくてですね、ベルトがなかったんですよ。この本体だけポコッと来まして、でちょっとこれ合ってないんですけど、似たような3連ブレスのやつをつけております。で私のね、持ってる時計の中で唯一のこのメルセデスバリですね、これがついてるものですね。でこのインキピオっていうのは、どういう意味かと言いますと、ラテン語でビギンという意味らしいですね。で、インキピオと名付けたという、最初はインキピオってなんだ、なんかかっこ悪いな、なんて思ってたんですけれども、当時はですね、いろんなもののをパクりましてね、エクスプローラー1とかですね、エクスプローラー2とか、全く同じ系でそっくりなものを出しまして、インチキオとか言われた、ものなんですけれども、今オークションなんかではですね、結構値が高くなっておりまして、これがですね、昨日一昨日かな、出てて落札されてまして、2万2000円で落ちてましたね。これいくらだったかな、この本時計ビギンで売り出された時には、この3連ブレスと、確か革のベルトとベルジョンの、バネ棒外しが一緒に同梱されてたと思います。でこの中に入っている機械はですね、私このスモールセコンドの、時計って大好きでして、で中に入っている機械なんですけれども、プゾーの7001っていう機械が入ってます。プゾーって言ってますけれども、昔の名前でプゾーなんですが、会社が今エタに吸収されてますんで、エタの7001になります。でね、これ結構この黒がですね、ちょっと青みがかかってる感じとかですね、古い1016の、プローラワンのなんかちょっとこの、なんていうんですか、このマット感というか、青みがかったような雰囲気のダイヤルがね、すごく特徴でいい感じに、いい感じになってますね。でこの頃はデイトナが大体70万とかで、プレネがついて売ってた時代ですね。でスポーツモデルなんかはもう全然安くてですね、あんまり評価されてなくて、平行店行けば安く買えると、そういう時代でした。時代背景がそういう時代背景です。でこの頃は何が高かったかと言いますと、この頃はロレックスのデイトナーも、手巻きのデイトナー100万とかで買えたんですけれども、当時は。でそのちょっと前は何が流行ってたかと言いますと、バブルバッグが流行ってまして、で80年代のそうですね80年代の中頃まではバブルバッグでしたね。プレミアがついて、売られてたのが。でデイトナなんかはね、普通に店頭に置いてあって、ステンレスモデルが、いい時代だったんですけれども、
まあ流行りっていうのはなんかその時代によって変わるんだろうなとも思いますね。今はスポロレがね、特殊モデルがすごく人気が高くてね、まあそこの人気が高くてなかなか手に入らなくて、正規店でね行っても軽くあしらわれて、私なんかエクスプローラー1売っちゃったんで、エクスプローラー1見て、あーこれ欲しいなーって、エクスプローラー1前ちょっとお金使いすぎちゃって家内に売れって言われたんですよって、また買い戻したいんですよねって言ったら、まあ、店員さんが ね、 みんなそう言うんですよなんて言われましてね、ちょっとプツンときたんですけど、まあそのうちエクスプローラー1でもどうしようかな、デイトナー、僕はデイトナーで十分だってかみさんが言ってましたんで、すいません、前デイトナーを16500LN の原稿を買うって言ったんですけれども、ちょっと実現しなさそうですね。すいません、言っといて申し訳ないです。買ってくれなそうです、家内が。私16520の時相当ごねたんで、まあじゃあいいよっていうことで、一生もので一生自分ので一生つけるんだよっていう風に、まあ、釘を刺されたみたいな形なんで、そうなんですよ。ちょっと申し訳ないんですが、買えそうにないですね。まあ、ちょっとね、ここに世界の腕時計って、まあ、当時、こんなのね、があったんですよ。まあ、今でもありますけれども、まあ、このデイトナのね、全てって時計、世界の腕時計ナンバー8、これは黒板なんですけれども、これなんかねすごく、そのデイトナの全てっていう特集が組まれてて、金目ですね。まあ、イタリアから火がついたということで、イタリアのね、マフィアから買ったりとかね、そういう風な仕入れ方法で買ってたということが、まあ、記録されています。で、あとそうですね、当時流行ってたバブルバッグですが、まあこんな、結構な1940年代のバブルバッグが、流行っておりまして、まあだいたい40万とか170万とかね。でユニークダイヤルとかいうのがありまして、まあ、どんなものかというとですね、ユニークダイヤルは、あ、ここら辺にありますユニークダイヤルなんかね、こういう、あ、これじゃないや、こっちですね、ユニークダイヤルって言うんですけど、まあ、こんなような、ね、時計が結構高くて、リダンされてるのはね結構多かったんですよね。でこれにフーテッドっつって、ここに、なんていうんですか、フラッシュフィットみたいなのがついてるんですけれども、それを真似たような感じでこれは作られてます。これね、フーテッドの、まあ、パクリと言いますか、高いんですよね、フーテッドの時計って。それで、まあ、こんなものを出したようなんですけれども、まあ、さすがにユニークダイヤルではないですね。そこまではやらなかったみたいで。で、これ、K はどのぐらいかと言いますと、33ミリ。ですね、でもう本当にうちのかみさんの手にちょうどいいって感じで、そのぐらいの大きさなんですよ。私の腕にはちょっと小さすぎて、一応後ろはこうバブルバッグの感じが再現されていまして、
まあ、昔の話してもあれなんですけれども、こういうユニークダイヤルがね流行っていたわけなんですね。ユニークダイヤルと言いますか、まあ、バブルバックですね。その後、まあ、デイトナが来て、こういうデイトナの本が発売になって、大研究とかね、これなんかねすごいですよ。段落ちの、ちょっと映ってないですけど200多機のはずなんですよね。ほら、ここら辺まで映ってますけども、あの200多機で、逆録の文字盤で、これなんかもう今お宝ですよね。この頃はね、なんてことない時計だったんでしょうけども、だからあのあれですね、ロレックスは最初期のやつを買えっていうなんか言葉がありますね。最初期のやつはちょっとあのどんどん変更されていくんで、レアになりがちっていうのと、あと最終品番がやっぱり完成形ということで、プレネになりやすいですけれども、最終品番が高いのはなんか日本だけということで、あの海外ではあんまり評価されてないので、初期型のモデルを買った方がいいということを、本でちょっとこの間読みました。まあそういうわけで、ちょっと今日はすみません、この付録の時計の紹介になってしまったんですけど、これね、これですね、もう最近は結構認知されていい値段でオークションで出てるんですよね。で、エクスプローラー1タイプの、H016 とそっくりのやつなんかは、まあ、悪いやつは、まあ、普通の、ところじゃないところで、まあ、なんていうんですか、オーバーホールするわけですけれども、そこでね、本物の H016 のダイヤル持ってきて、パッと入れちゃうようなやつがいるっていうのは聞いたことがありました。そうしちゃうともう分かんないですよね。もう36mm 系でね、同じ文字盤と同じなんで、だその後もうビギンとしては同じような系でやるのはやめたみたいですね。何本出てるんだろう。ヤフオクでちょっとインキピオって書いて検索してみていただけるとなんかいろいろ出てきますので、わかると思います。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。